皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学3年生の英文法、今回は受動態受け身について説明します。この受け身については動画2回に分けて説明します。今回はその第1回目です。何々されるとか何々されたという意味を表す文、それが受動態受け身の文です。この文の中では動詞の過去分詞という形を使います。この過去分詞、私の動画の中では初めて出てくる言葉なので、いくつか例を挙げておきます。現在形の by、ね、顔でしたね。これ過去形は bought でしたね。で、過去分詞も過去形と同じ bought です。持っているとか食べるという時に使う have、 過去形は had でしたね。実は過去分詞も had です。それから作るという意味の make、 過去形は made ですね。過去分詞も made です。そして見つけるとか気づくという意味の find、過去形は found、 過去分詞も found です。こちら側だけ見ると、過去形と過去分詞って同じという感じがしますが、でも形がこうならないものもあります。例えば来るという意味のcome、 これは過去形は came、 過去分詞は come という、あ、ちょっと見にくくなったので書き直します、ね、come、 これに戻るんですね。 come came come という変化をします。書くという意味の write、ね、これは過去形は wrote ですね。過去分詞はwritten、 こんな形になります。 write, wrote, written、読むという意味の read、 形は変わらないで過去形は read、 ね、スペル同じなんですね。過去文詞も実は read です。 read, read, read、 見るとか会うという意味の see、 過去形は saw でしたね。過去分詞は seen、 こんな形になります。この動詞の変化、大体中学3年生の教科書の後ろの部分に動詞の変化の形表になって載っていると思いますので、ぜひそれを利用して過去分詞覚えちゃってください。覚えるときにこのように buy, bought, bought, have, had, had, make, made, madeFind, found, found, come, came, come, write, wrote, written, read, 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 see, saw, seen、 声に出して読みながら覚えると覚えやすいので、ぜひこの声に出すという練習を入れて覚えてください。それから ED などをつける規則変化をする動詞、これは過去形と過去分詞は同じ形になっています。さて文法の方の話に行きます。動作をする人とか物が主語になっている文、これを能動態の文と言います。例えば例の1にある彼がこの本を書きました。動作するのは書いた彼ですから、これを日本語を英語に直すと He wroteThis book、ね、He wrote this book、 こうなりますね。これに対して動作を受ける側が主語になっている部分、これが受動態の文と言います。この文の形は主語、その次に be 動詞が来ます。
そしてここで確認した B 動詞の後ろに過去分詞、こんな形になっています。主語、B 動詞、過去分詞、これ順番に並んでいる、これが受動態の文の特徴です。例えば彼がこの本を書いたという文章、受け身、受動態の文章に直すと、動作を受けているのは書かれている本ですから、この本を主語にします。ですからこの本は彼に書かれましたという日本語だと意味になりますね。ですから主語 This book、 で次 B 動詞来るんですけれど、これ書かれましたという過去形の文なので B 動詞も過去形になって、 This book was、その後ろに過去分詞 write の過去分詞は written ですね。ですから This book was written、その後ろに誰々によってという部分が来る場合、 by、 これを使って、その後ろに彼によってですから彼の目的企画である him、 このようになります。 This book was written by him、これが実は受け身の文の形なんです。ではさらに詳しい内容は第2回目の動画で説明しますので、そちらを参考にしてください。今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。